はいどうも、等速チュートレのつくもです。ということで、小鳥ルートパート10、続きからやっていきたいと思います。解散後、一つ思い立って、部室まで足を運んできた。どうも。あら、やっぱ会長いた。コンビニ肉まん食います？下げてきた布袋を、掲げる。結構よ、それはエコバッグ。コンビニで使うの恥ずかしかったっす。まあでも今の時代はみんな使ってますよね、意外と。それは昼間の冒険の悪影響かしら。あ、ひでえ、悪影響だって。ちょっと聞いた奥さん。いやね、地球を汚すのはちょっと控えようかなっていうポップでキッチュな偽善ですよ。自分で言うところがふてぶてしくてたまらないわ。ノーパソ貸してください。好きになさい。昼のことで記事でも書くの？やっぱり気になったんで、ちょっと文章にしておこうと思って。ブログに掲載するかどうかはまだわからんです。そう、探るような目。さて、肉まんを加え、指をワキワキさせながらキーボードに添えた。できた。ほとんど詰まることはなかった。真面目な文章を書くことは思ったより苦痛ではなかった。もしかしたら俺根は真面目なのかもしれないけど、書いたはいいけど画像もなく面白くもない記事だ。ブログに掲載？テラに送る？どっちもなんか違う気がする。見てあげましょうか。珍しい。じゃあお願いします。メッセンジャー経由でテキストを転送する。ドキドキしながら結果を待った。20点。引く。200点満点で実質10点。あの光景を見て出た結論が、環境を破壊する農薬はいけません。とても単純な結論に思えるわね。書いてて自分でもしっくりきませんでした。本心ではないと。正直に言えば、人間がたくさんいるんだから環境って壊れていきますよね。どうしようもないんじゃないかなと。こういうものは独自の視点が必要よ。ありきたりの結論じゃわざわざ書く価値がないのだから。世界は温室ガスを軽減し、温暖化の阻止に奔走している。知っていてね。ニュースとか新聞、毎日そんなのばっかですよね。おおむねそれらは絶望的な内容であることが多い。温室効果ガスは増え続け、平均、気温の上昇は止まらない。資源は刻一刻と枯渇に近づき、環境は日々自然分解不能の人工物質で汚染されていく。あの河川の、異世界のように。川原塚、いくつかの国は10年前は考えることもできなかった壮絶な状況に陥っている。かつて先進国だったが、今は発展途上国、以下にまで、生活水準を落としている国や地域がある。世界的な危機が叫ばれ始めて何年か経つ。だけど状況は大きく改善していない。日本はエネルギー効率を改善する研究に本腰を入れた。そのために数々のプロジェクトが中心になったと聞く。宇宙開発なんかもそうだ。目の前のことばかりにみんな囚われている形。世界中から数祭りに学者が訪れ始めた。コーラの看板はジャングルの中にさえあるなんて冗談で言われるが、数祭りではそれが研究施設に変わる。研究者の受け皿はいくらでもあるのだ。学級ですかね、のとは、市内どこにでもある施設に飛び込む。そして結果を出す。裕福になる。新技術や理論を世界に向けて発信する栄誉まで得る。中には家庭を持ち永住する者もいる。今や日本に住むなら風祭りという土地は最良の選択肢の一つらしい。そう言われるようになったのは本当に最近のことだ。今、大都市では毎年、熱波で人が死ぬ。沿岸はどこも洪水に脅かされている。いずれも温暖化による悪影響だ。危機的な状況なのに、俺たちと来たら変わらぬ日々を恋や娯楽や青春の悩みに費やして生きている。遠い世界、地球の出来事など関係ないと言わんばかりに。石油資源は残り少ない。人口は増えるばかり。温室ガスは減らすこともできず、今や金融システムの一環にまで組み込まれてしまった。
金儲け主義の人々が今や炭素排出する権限まで売買している。地球として閉じた世界で世界は壊れる一方、誰もがどこかの誰かが何とかしてくれると考えている。で、その日が来たらお前たちはどうしたらいいのかしら。その日ポイントオブノーリターン、引き返すことのできない瞬間を示す言葉。地球温暖化問題では来年か再来年、それは来ると言われている。そこから先はどんな努力を払おうとも手の施しようがなくなる。地球が人の住めない環境になる。他の星にでも移住しない限りね。はは、SF だ。お前たちは。茜の声が底知れない怒りを帯びた気がして、俺はたじろいだ。いつまで夢を見ているつもりなの。え、俺夢って、だって高校生だし、学校のエコ運動行事にはよく参加しますよ。俺小鳥といろいろやってるし。茜の表情がふっと柔らぐ。何を怯えているの、バカね。世界レベルでそういう結論の出ない論議が行われている今、環境を破壊するのはやめましょう。では話にもならないでしょ。ゆえに20点。ええ、お前は本来環境のことなど考える必要のない身でしょ。文章を読む限り取り立てて独自の見解や知識があるというわけでもなし。なぜこのテーマを書こうと思ったの。なんででしょうね。あれだけのものを見て胸がざわついたからかな。環境保護の闘士になりたいの。就職先は保護団体。いやいやいや、そこまでガチでは。できることくらいはしてもいいかなくらい。なら、いい方法があってよ。一転して卑しく笑う。怪しくされて。どんな。汚染元を除去するのよ。ああ、それは必須ですよ。金も手間もかかりそうですけど。難しく考えることはないの。大元を立てばいいじゃない。大元、工場っすね。限定した対処なら金も手間もそうかからないかもですね。この記事でも上流にあるっていう排水に絞って問題提起すれば。そうじゃないわ。それなら一体、湿った沈黙が二人の間に漂った。とても簡単な答えだわ。人間をなくせばいいのよ。つまり人類滅亡。いや、まあまあそうしたらさすがに確かにね、環境問題もクソもないですけど。わあ、会長らしい。人間滅ぼしちゃえばそれ汚染も止まりますよね。ははは。いや、それはちょっと、俺平和主義者なんで。覚悟がないようなら課外活動で過激なことを書くのはおよしなさい。下手をしたら学校にマークされてしまうから。そっすね、若気の至りってことでボツにしときます。俺も書いていて浅いと思ったのだから未練はなかった。本日のクエスト報酬ゼロ確定と。ポイントオブノーリターンか。取り返しがつかなくなる地点、踏み越えてはならない一線。もしその点を踏んでしまったとしても一瞬で終わるわけではない。滅びを自覚しながら、後悔しながら、残された日々を、資源を奪い合うようにして生きていかねば、ならない。息を殺して、弱者を殺して、残された資源と環境を見つめながらの余生。あと何年生存できるかの資産。きっと地獄のような未来なのだろう。怖。日本も食料自給率は低い。風祭りは、市外に農地が広がっているが、都市部ではそうはいかないだろう。都心部ですね。茜の言う通りだ。そんな地獄が来るなんて俺たちは一かけらも思っていない。温室栽培されている身にはまるで現実味がないためだ。そしてふと俺自身についても連想させられる。道端に転がっていた石を握る。大きい子供の拳ほどのサイズだ。タイヤが引き飛ばせば危険なことになりかねない。指先に力を込めた。石はあっけなく砕け散った。かなり硬い石だった。手のひらに切り傷の一つもない。ポイントオブノーリターン、帰還不能地点。もしかすると塔に踏み越えていたのかもしれない。やべ、調子乗りすぎたかも。
まあ、力のことですよね、主人公が持ってる。今日は電話で目が覚めた。はい。井上だけど。ああ、井上くん、覚えてる覚えてる。久しぶりじゃん。女だってな、ついこないだ話したばっかじゃない。あれ、今思い出した。井上さんな。忘れたならそう言ってよ。今、平然とごまかそうとしてたでしょ。寝起きでさ、悪かったよ。もう10時だよ。それより、ちょっと聞きたいんだけど、オカケンって昨日森に調査に行ったでしょ。さすがの情報力ですね。俺、もしかして井上に盗聴器とか仕掛けられてるのかな？あ、当たりだよ。そんな盗聴器だなんて携帯に仕掛けたりしてないわよ。怪しい。 めちゃくちゃ怪しいですけどね。携帯、後で調べなくちゃ。ねえ、それより調査ってさ、川の水質汚染の件なんじゃない？もうこいつは魔法使いとか超能力者とかそういう部類なんだと思うことにしよう。もうそっちの言うことは全部当たりってことでいいよ。じゃあ一つ確認。川を最後まで調べてみた？思い出したくもないけどな。その口ぶりなら見たみたいね。私は虹沼って呼んでる。虹沼ね、それぴったりだ。豪華券結構頑張るな。ねえ、じゃあ汚染の原因までは分かってる？いや、何なの？教えられるわけないじゃない。君スカポンタンなの？自分はずけずけ質問しておきながら。情報を吐き出させて自分は溜め込む。基本よ基本。ひってえな。まあいいけどな、こっちは別に調査やめたし。休止するんだ。重すぎるからうちのブログには合わないってんで。考えてみればそうね。あれはうちの領分だわ。原因、上流の人里からの生活排水じゃないかってうちのボスは言ってた。よし、勝ち。ふん、やっぱ生活排水だけじゃ説明できないってことなのか。もちろん。だって川の上流にある人里ってもうほとんど人数がいない乾村だったり、農耕の時期にしか人が住まなかったりするんだもん。全部集めても100世帯もないんだよ。他にも大きな団体が暮らしているって話を聞いたけど。サンテースカイってエコ団体が山中で原始的な共同生活をしてる。けどあそこずっと前に大麻の違法栽培で警察の手入れを食らってるのね。その後は組織も一新されたけど、規模は何十分の1になってしまって、とても川を汚染するほどの汚水は出てないはずよ。よく調べたな。感心するわ、本当。井上は原因に心当たりがあるってのか？うん、さっき有力情報を入手したの。最近市内が慌ただしくなって、いろんな情報が手に入りやすくなってるんだ。情報に入りやすくなる時期なんてあるのか？と、収穫祭の影響なのかな。まさに情報収穫期よ。汚染源って何？殺虫剤。よし、言わせた。しまった。殺虫剤か。なるほどな。口が滑ってしまった。井上も井上でちょっとね、お茶目なとこありますよね。詳細も聞こうか。IT 泥棒。その罵倒生まれて初めて。悪いけど、騙される方が悪いんだよ。もうここまで話したんだ。ゲロっちゃうよ。刑事か。もういいわ。つまりどういうことなんでしょうか？井上の話はこうだった。川の上流、とある場所に昔殺虫剤がドラム缶単位で埋められたことがある。農薬はそれまで使えたものに危険性が発見されると使用が禁止されることがある。特定化学物質として特定されると使うことも売却することもできなくなる。多くの近隣の農家がその処理に困ったのだという。県は、残存農薬を土中に埋めるよう指導を行った。そして大量の農薬が人里離れた森の奥に埋められたのだった。昔ってずさんだな。本当は掘り起こして処理しないといけないんだけど、免れてしまったのね。私は農薬成分が土中に漏出したんじゃないかって考えてる。そうだろうな。なあ、埋められた場所と汚染箇所が違ってるのって結構やばくない？汚染が川を通して広がったってことじゃん。そう、それそれ。町に汚水が流れてくる可能性だってあるよね。ナイスカープかも。埋めた場所は調べがついてんの。これから調べに行こうと思ってるんだ。本気だな。この話、人には漏らさないでよ。誰に漏らすんだよ。おかけの内部でも空振り気味だってのに。やめたら？
うちで雇ってあげてもいいけど。将来井上が大企業の社長にでもなった時にもう一回誘ってくれ。そろそろ準備しなきゃ。プロの仕事見せてあげるわ。ああ、うん、まあ気をつけて。投げやり。気をつけては本当だよ。森行くなら準備は怠るなよ。あんがと。でも私の危機意識は万全だから心配ご無用。じゃあね。ということで、まあ原因は殺虫剤ということが分かりましたね。休み時間、知らない女生徒に声をかけられる。そうだけど、井上さんのお仲間だ。女の子の顔はさっと青ざめた。欠席。何日か前、取材で森に行くと言っていた。どうなったのだろう。結果はまだ聞いていない。風邪かなんか。なぜそれを俺に報告すると思いつつリターン。待てや、まあ仲良かったというよりか、まあちょっと情報提供し合ってたって感じですよね。仲良かった、どっからそういう話に。井上が言ってたんですね。顔60点くらいの男子で、ギリギリの点数だ。俺はギリ面だったのかよ。井上、そのうち精神的に締めてやる。大体何よその雑誌。俺関わらないよそんな変なの。とにかく井上とは知り合いだったよ。でも懐いてたってのはちょっと誤解があるかな。だからその話君らの新聞に掲載しないでよ。俺のファンが悲しむから。ははは。女の子は泣きそうな顔をした。ああ、ごめん、つまんなかったよな。同感同感、今のは最低だった。いや、でも実は今のはさ、きつめに突っ込んでもらう前提で言ったんだけどね。俺の言葉を無視して彼女は言う。帰ってきてない。え、なんで。日曜日から出かけてきて帰ってないってのはやばいですよね。涙を流しながら声を荒げた。廊下を歩いている生徒たちがこっちを見る。戻ってない。自宅にってことだよね。自宅に戻ってないのは確かにやばいですよね。いや、そんな深く付き合ってたわけじゃないから。日曜って言った。電話した、俺。着信履歴を見せる。電話は繋がらないわけだよね。新聞部うなずく。念のためコールしてみるが繋がらなかった。井上は電波の、繋がらない場所にいる。午前10時くらいだな。井上は森に行くって言ってた。驚きようからして初での情報らしい。ちゃんと伝えねばならない。場所はこの辺り。携帯マップ上に表示してみせる。赤外線で位置情報を送信する。その川の上流域ってだけで詳しい場所は聞いてない。携帯の電源さえ入ってりゃ携帯会社に依頼すれば電波探してくれるから、それも使ってみな。バッテリー切れたり携帯壊れると不可だけどさ。わかった。女子に引っ張られていかれ、俺は親御さんや学校や警察にありったけの情報を提供することとなった。半日があっという間に過ぎ、解放された頃には放課後となっていた。捜索隊が組まれることになった。井上、無事に見つかるだろうか。言いたいことが山ほどある女だけに少し心配になる。少し。それは心配ですよね。一応は顔見知りというか知り合いなんですから。それが森に入って行方不明って、やっぱ何か遭難とかね、あったかもしれないですからね。はい、ということで、まあ、井上がちょっと帰ってきてないってところなんですけども、今回は以上にしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。